した後にまた一巻から読み直していただくとですね、また新たな魅力があるんではないかしらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。にゃっ、はい、ということで、次のお便りは、うわくせー様よりいただきました。なんだなんだ、遠山さんこんばんは。